松村正恒は、愛媛県大洲市出身の日本の建築家である。10プラス1ウェブサイト、河野道助、ミミズのつぶやき、無名建築家の生涯大流動、書店、1997、P69 から70同館コンペで、丹下建造案が1位となったが、審査委員長だった、岸田秀人の指示で、2位の前川国案も取り入れられる、ことになり、 土浦事務所でその図面を書くことになったが、松村ら書院は前川に対する比例であるとして反対した。松村正常著、住まい学体系060、無給建築士自筆年譜住まいの図書館出版局、1994年 146p、14 p 松村正常著、住まい学体系060、無給建築士自筆年譜住まいの図書館出版局、 1994年 150p 松村正恒著住まい学体系060無給建築士自筆年譜住まいの図書館出版局1994年 118p 松村正恒著住まい学体系060無給建築士自筆年譜住まいの図書館出版局1994年 122p 松村正恒著 スマイ学体系060無給建築士自筆年住まいの図書館出版局1994年 133p 松村正常著スマイ学体系060無給建築士自筆年住まいの図書館出版局1994年 138p 松村正常著スマイ学体系060無給建築士自筆年住まいの図書館出版局 1994年、154?P. 松村正月著。住まい学体系060。無給建築指示必言不住まいの図書館出版局。1994年、184?P. ハットエビーホットデ西シーヨー新聞ありがとうございます。